こんにちは、ハロー山梨の藤谷清六の談話室にようこそいらっしゃいました。今日のお客さんは、ニューヨークから、いらっしゃいました佐藤正明先生です。皆さんよくご存知だと思いますね。かの有名な佐藤先生です。佐藤先生は皆さんご存知の通り山梨県の出身で、ちょうど今、山梨県に、お帰りになっているということで、お忙しい中わざわざハロー山梨のスタジオまでお越しいただきました。先生、はい、今日はお忙しい中ですね、あんまり時間がないんですけども、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。いろいろ今日はですね、芸術論というのはちょっとこっち置いといて、先生の、小さい頃からのね、ずっとこの、どっちかっていうとこの生い立ち、まあ、プライベートないろんなお話ね、そういうものを中心に、お伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。でも簡単に自己紹介をよろしくお願いします。はい、自己紹介で、芸術論はこちらへ置いといて、はい、私から芸術取ったらほとんど何にもないという生まれ育ったのも、甲府市の、東の方の今城東というところなんですが、城東ですね、はい、そこで育ちまして、25歳まで甲府にいました。その頃城東は何町って言ってた、当時は、深町、深町で特に深町が2つに分かれてまして、私が生まれたのは北深町です。濁り川というのはすごい名前の川がありまして、その脇で生まれ育ちました。で25歳の終わり、26になった時に日本を出まして、それでロンドンに、渡りました。でロンドンで美術学校に行って、でロンドン4年間で、その後日本に帰らずに、というか帰れなくてそのまんま、ニューヨークに移りまして、まあこれは最初からの予定で、予定はヨーロッパに2年、そしてその後ニューヨークにと思ってたんですが、ちょっとロンドンですごいラッキーなことが重なって展覧会なんかできたりして、で4年に延びまして、それでニューヨークに1970年に移りました。ちょうど30になった時ですね。でその後ずっとニューヨークです。あ、なるほど。ちょっと先生すみません、話を元にちょっと戻させてもらいますけども、1941年の生まれですよね。はい、そうです。私は甲府の春日小学校中心、はい、先生のところは匠、ね、匠小学、それから中学はどちら。私はやはりすぐそばにあった東中学校に行きました。はい、でまあ勉強はね、算数100点国語100点という、算数なんてもう本当に嫌いで、でも何と言ってもやっぱり絵が好きで、はい、小さい時から、で小学校4年の時に絵描きになりたいってこう強く思った情景をちゃんと覚えてるんですね。あ、その話をぜひ。いや、まあ最初漫画家なんですけど、とにかくずっと絵が好きで、ほとんど絵ばっか描いてるという。ですから、まあ当時のね、小学校の先生なんていうのはおおらかですから、絵を描いててもあんまり問題にならずに、それで一つだけ覚えてるのは、なぜ私が絵がうまく描けたかというのは、まあ生まれつきの器用さはあったんです。であと例えば車なんかね、小学校の低学年みんな書きますよね。でその時に当時 のオート三輪なんてのがあったんですが、ちょっと込み入ってるわけですよね。ただ四角じゃないですよね。相当友達がオート三輪書けって言われた時に私は書けるわけなんですよ。なぜか言ったらもう試す砂滅っていうんですか、ちょっと言葉よく見てたんですよ。タイヤのとこから下から上から、それは覚えてるんです。こんなになってるかっていうのを頭にこう入れましたから、ですからあとは器用ですからね、書けるわけですよ。で分かったのは、友達はそんな見てないんですよ、皆さんクラスメートは。だから書けないわけですよね。そんなでよく得意になっちゃいますよね。
で写生大会とかありましたから、もうあの小学校1年からやっぱクラス、まあ絵はずっと一番で、まあ学年で一番になって、それであの市の展覧会とか行ってもほとんど一番とか金賞ですから、うん、一つ覚えてるのは、あのお袋が私が銀賞か2番を二等賞をもらってきた時に賞状を見て、どうして2番なのってあの言ったのを覚えてるんですよ。そのくらいいつも一番だったので、あのもう小学校の、ね、4年の時に絵描きになりたい、で絵描きになるんだから絵が上手くなるね、勉強なんかどうでもいいという具合で行っちゃいましたから、はい、一応まあずっとね、この年になるので。ということはその中学時代も絵を描くとかったんですか。そうですね。で漫画もよく描きました。ですから僕のノートブックはほとんど絵と漫画で、終わっちゃうというぐらい。でそれも当時は先生もそれをこう多めに見るっていうか許してくれてる。まあ私の大親友の上原武道研究所の今の所長なんですが、彼はもう勉強もできたし絵もうまかったです、で体操もすごかったです。その男が生徒会長に立候補した時に、先生が僕を呼んで上原のポスターを描けと、でもう美術室へ行って描けばいいの、朝からずっとそこで描いてるわけですよ。で勉強なんかね、できないというか、そんなで、もちろん彼は生徒会長になりましたけど、今でもねすごい親友で、で上原さんは佐藤君には可憐があるからでもあの時のポスターがね一枚でも残ってればなぁなんて、残ってないですか。ないですね。残ってれば楽しいですね。でももう2日くらいね毎日書いてましたからね。そうですか。上原それが中学の。そうですね。ですからその辺でやっぱり絵描きになれなかったらどうなってたんでしょうねという感じなんですよ。で多分日本にいたら絵描きやってられたかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけどね。ロンドンに行かれたのが26歳、26になった時ですが、でさすがにね、一応英語の勉強はしてたんですが、はいはい、現地に行ってそれで英語をねもう少しちゃんと喋れないの困っちゃうわけですから、ロンドンでもでニューヨーク渡ってからも高校行ったんです、はい、なるほど、それは語学のため、語学のためと、やっぱりただですからね、そういう学校は、ですから本当に3つの国という感じででもちゃんとは行ってないんですけどね、絵がほとんどですからね。ただ一番良かったのは外国へ出るって決めた時に、私は昔ペンパルをご存知ですよね。ほら手紙でやり取りするペンフレンドです。あ、ペンフレンドね。はい、外国の、はい、ペンフレンドです。はい、それをイギリス人とたまたま、たまたまというより、やったら外国出ていいんじゃないかということで。ただ英語を日本で勉強してるだけでなくて、やっぱりね本物の外人ですよ。外人ね。とそういうのをしたら英語も上手くなるんじゃないかということで、イギリスの陶芸家と手紙をやると、でそれがすごい良かったです。イギリス渡ったらもう最初に会ったらその一生懸命辞書を見ながら書いた手紙の全くクエスチョン&アンサーですよね。それが現実に起こるわけですよ、こう会った人にね握手した後ね、 Where you came from? どっから来ましたか、ね、そんなのはねもう手紙書いてるわけですよ、だから話したんです、ただアートのことになるともう本当に難しくなるんで、そうですね、それでしょうがない
高校生に行ったという具合で、うん